コロンバスコロンバスはアメリカ合衆国インディアナ州バーソロミュー軍の軍庁所在地である。2000年現在の国勢調査でこの都市は総人口39,059人である。ここはインディアナポリス市の南およそ40マイルの小さな都市である。コロンバスは北緯39度12分50秒、整形85度54分40秒。 北緯39.21389度成形 85. 11 11度、85.91111度、39.21389-85.91111に位置している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積68.3平方キロメートルである。このうち67.2平方キロメートルが陸地で1.1平方キロメートルが水地域である。 総面積の1.59%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口39,059人、15,985世帯、及び15,66家族が暮らしている。人口密度は581.1平方キロメートルである。255.3平方キロメートルの平均的な密度に17,162件の 住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人91.32%、アフリカン・アメリカン2.71%、先住民0.13%、アジア3.23%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種1.39%、及び、根ー1.19%である。ここの人口の2.81%はヒスパニック。 または、ラテン系である。この都市内の住民は25.7%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.0%、25歳以上44歳以下が29.5%、45歳以上64歳以下が23.0%、及び65歳以上が13.7%に、渡っている。 中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は92.8人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.6人で、ある。この年の世帯ごとの平均的な収入は4万1723米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は5万2296米ドルである。 男性は4367ベイドルに対して、女性は24446ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は22055ベイドルである。人口の8.1%及び、家族の6.5%の収入は貧困線、以下である。全人口のうち十八歳未満の9.7%及び十五歳以上のントは、 貧困戦以下の生活を送っている。コロンバス市はカミンズ及びアビンメリター、インコーポレーテッドを含むいくつかの会社の本拠地でもある。コロンバス市は建築デザインで有名である。他の著名なビルはありがとうございます。